はい、じゃあまあさらに続きということで、幽霊、不思議、残酷と全部いきましたんで、最後に、気持ち悪い話で言ってみましょうか。ここで、新井の4話目は制覇ということになりますね。そうですか、そういう話がお好きなんですか。まあ、気持ち悪い話はもうええけどな、正直。もう今まで散々聞いたし。え？あなたのような人のためにある話です。ちょっと誤解を招いてる気がするけど、そんな言い方されると。うん。はぁ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 。まあ、何にしても宿泊施設が舞台と。うん。何？虫の習性についてなんですけどね。はぁ。人って虫を飼ったり捕まえたりするときに虫かごを使うでしょ。まあそうか。うん。虫かごに押し込められた虫は外に出たかったりしますよね。そうか。そんなとき虫かごの柵に顔を通そうとする虫がいるんですよ。はあ。そうな。顔？虫が、か？でかい虫か、やっぱり。カブトムシとか。うん。はあ、はあ、はあ。あ、え？そうな。そんなんあるんや。へぇー。うん。うわ。うわぁ。すごい自殺の仕方やな。確かに気持ち悪いぞ、それは。もうやめたいんですか？これは、続きが聞きたくてうずうずする。うずうずする。せんけど。好きですね。うん。ちょっと新井に内心で、こいつキモって思われてるやろな。うん。虫をわざと虫かごに押し込んで首がもげるのを楽しんでいた。もう、やめや、そういうの。なんかトイレの時もあったよな。鯉を池作りにするとか言ってたアホが。ハリセンボンだよとか言ってたアホが。小野和弘。よう覚えときよ。もうこれ将来の犯罪者やから。いやまあ、そうとは限らんけどな。うん、若かりしい頃。若かりしい頃、やることはまあ理解はできるけどやろ。高校やろ。ちょっとまだ精神が成熟してないな。虫が好きか。虫が好き。もう愛が、なんか行き過ぎてみたいな話か。虫は綺麗だから。綺麗やったらもっとな。まあ、せめて標本ぐらいにしとけよ。楽しむのは。きらびやかな色。まあ、そういう虫もおるな。女性の化粧品のような色をしていますよね。なんちゅう例えや。虫の目の色。俺虫の目服が嫌いやねんけどな。まあ目はな。虫の目か。俺あんまそういうことはしないですね。なんか人の目を見て見ながら話したらなんか感じ悪くないか。ちょっとずらして話するよな普通。そうですか。まあ人間はそういう精神構造というか考え方をしてるんやろうな。習性というか本能というか。でもそれはちょっとおかしいと思うで。もげた虫の首を集めては瓶に詰めて。おえ。ちょっと今すきっぱらやねん俺。すきっぱらにちょっとこういうことを言われると気分悪くなる。そらそうやろ、お前バレてんのかい。お前それ人に言ったりしたんちゃうやろな。あかんぞ、お前その老若趣味は良くないぞ。そらそうやろ、最低の人間が揃っとるな、ほんまこの学校は。ちょっとその気味悪がられてる自分に興奮したりとかしてるんやろな。そういう心理作用はあると思うから。なんだかんだで人間関係が大事やと思うで。観察日記のために買っていた。あ、これは疑われるやろ。ああ、もうみんなに疑われるぐらいまで知れ渡ってるんか。
虫の首は確かにもらったけどって。もらったんかい？お前がやったんじゃなくてももらったんかい？それは悪いやろ。その誰がやったかに関わらず、斧は悪いやろ。そう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 、そこがな。そらそうや。とりあえず逮捕しといて、後で容疑を疑っていくみたいなことになるわな。警察だったなら。逃げんなや。クラスメイトは小野さんを追いかけました。なんか、そういう話なんか。ほんまに、その場で逃げて追いかけたっていう話か。はあ、すごい、なんか、サバイバルゲームみたいになってるな。走って、走って、走って。なるほど。そこで宿泊施設か。なぜそんなところに行くんかわからんけどな。校門から外に出て、高飛びをすると思うんけど。え？何それ？え？はあ。え？クラスメイトでしょうか？はあ。そこまでするか？虫の首が燃えてたからってお前もそうなれって。それはまだなんか、趣味の悪い少年 B がおるな。斧とはまた違う。ちょっとこれは怖いな。やっぱり人間が一番恐ろしいって話か。あるいは今まで彼が殺めていた虫の呪いだったのでしょうか。まあその路線やろな、この学校やったら。単なる事故。でもアホやでな、わざわざ宿泊施設に逃げ込んで、ベッドの柵で首の骨ポキッとか、事故で。間抜けにも程があるな。出るんですよ。グラフィック。うわぁ、出た。お前自身が複眼になっとるやないか。これはあのトイレのあの、細田の友達やけど、これは。ご対面とか言われた。これ、小野さんか。小野さんが死んだベッドに寝ると、彼の首だけが目の前にぼーっと浮かび上がるんです。なんやねん。斧が勝手には変なことして死んだやつ、死んで、なんで霊になることがあんねん、それが。まだ一人迷惑をかけようというのか。確かに虫みたいやな、これ。まあ、一説によると、ブラジャーを目に巻きつけとるみたいなことを言ってる、唱えてる学者が、学者じゃないわ。人が米でおったけど。もうどうなってんねん、こいつ。最悪やな。生きてる時もキモかったし、死んでからももうビジュアル的にもキモいしっていう。最低や。お前も見たんか。なんか具体的な被害はあるんか、それが出てきて。びっくりしたって話か。呪われる。そうな。なんで恨みがこもってんの？そんなに責められて殺されたんか？拷問でもされたか？そらそうやな。もう嫌やでな。なるほど。それで部活をやめるか。え？その事件をきっかけにね。もともと折り合いが悪かったんちゃうやろな、お前。人間関係が下手で、みたいな。え？え？って何？そのベッドは宿泊施設のどのベッドかって？ちょっとなんか、開ページのタイミングはおかしくないか？ん？知りたければご自分で確かめることです。何やろ、それは。言えよ。事前にその、ね、危険なことを共有しようよ。何お前、ちょっと事故に一遍会ってみろ、みたいなこと言っとんねん。え？小野さんの首綺麗なんか？綺麗ではないやろ。キモかったやろ。いくら目がきらびやかに光ってもさ。なるほど。
なるほどね。まあ選択肢も出んかったし、こんなもんか。うん。なるほど。荒井の話、じゃあ荒井の4話目は、4通りの話があるっていう結構な大ボリュームでしたね。うん。まあじゃあ、ここで荒井の4話目は終わります。逆さ女も含めて荒井の4話目は以上ということで。はい、お疲れ様でした。